あ、結構ラグがすごい。ちょっとどのあたりから映るかわからないんですけど、RT ジャパンをご覧の皆さん、どうも。イブの RTA で出させていただきます。ソロモンです。一点、初っ端に皆さんに、謝らなければいけないことがあるんですけど、私、昨日からですね、38度5分の高熱に悩まされておりまして、結構限界状態でちょっとやるんですけど、その辺ね、多分ちょっとだいぶ頑張るんですけど、ちょっと許してください。イエーイ。あんまツイッチで配信したことないから、チャットルームの仕組みとかあんまよく分かってないですけど。前倒しです。本来は20時45分からの予定だったんですけど、前の2作品が結構早めに終わったので、ついでに前倒しちゃえばいいやっていう。寝ろ、間違いない。いや、さすがにね、もう前日になっちゃうと38度だから休みますってわけにもいかなかったんで、パパッと終わらして、世界記録出して終わらせます。大丈夫です。体調は多分大丈夫で、これどうしたいんだろうな。始めますって言ったら始まるんかな。 ちょっとね、寝てたからあんまり前の人とか見てないんですよね。多分これ始めますって言ったら始まるんかな。じゃあ一応20時9、20時どうしようか。あんまり時間だってもあれなんで、20時9分になったら一応始めるということで。で、321も言いますんで、その辺でよろしくお願いします。いや、寝てほんまな。寝ようかと思った。世界出して終わらせるんで。カウントダウンしてる？ありがとうございます。でも321って言いますね。5秒前ぐらいから始めようか。5、4、3、2、1、スタート。はーい。というわけで、なんだかんだフリーゲー RT FS アンカーなんですね。緊張するな。だいぶ緊張する。結構いろんな作品があって、面白そうでしたよね。で、結構ホラーゲームが多いかなと思ってたんですけど、ああ、ちょっとガバがひどい。そんなこともないんですね、結構。フリーゲの RPG の方も皆さんプレイされてて、ありがとうございます。あー、ちょ、やばい。RPG の方やられてて、みんな幅が広いなと思いますね。ありがとうございます。ちなみに結構、さっきから気になってたんですけど、あんまり Twitch でやらないからわからないんですけど、GL ですか、それ。GL って何の略ですか？グッド？なんだろうな。よく終わりは GG でグッドゲーム？ん？かなんかですよね。初手7時間。対策だな。まあそういう振り返りの話もしつつ。グッドラック。なるほどね。ああ、確かにな。あ、ちょ、やばい。まあ、このゲームあんまりラック関係ないんですけど。 なるほど、グッドラックか。使っていこう。
結構ホラーゲームの RTA はあんまりラック関係ないみたいなとこありますからね。これ以外でも孤独とか、あとさっきの何でしたっけ、バイオハザード、あとなんだ、魔女の家かとか結構ありましたけど。あー集中しろ。バランス調整なのに、フラットソー、あ、ちょ、ガファがひどい。待って待って待って。普段はね、結構もっと精密なプレイをしてるんですけど、ちょっと今日は許してください。結構普段は一歩ロスったら、0コンマ1秒みたいな、やってるんですけどね。競技人口少ない、そんなあれなんですけど、結構何の話だ、ホラーゲームか。結構ホラーゲームはあんまり運要素ないっていうところもありますからね。どんだけこう正しくこなしていけるかみたいなところはあるんで、どっちかっていうとアクションゲーの RTA に近くはなってきますけどね。全然イブの話してねえな。一応イブの話もしましょうか。解説とかしないとわからないですよね、ちなみに。全然解説とかしなかった。まあ、ストーリーは結構単純で、ホラーゲームの中では結構有名な方だと思うので、やったよって方も結構多いと思うんですけど、まあ、ゲルテナ、ゲルテナだっけ？って人の美術館に、美術展かに来たら、なんか変な絵があって、それを見ると周りから人が消えて、不思議な美術館に迷い込んできたみたいな。そうそうそう、マスメイド特有のね、歩きすぎちゃうやつ。結構皆さんやったことある方多いと思うんですけど、この左上の赤いバラが、まあ、言ったら HP みたいなもので、敵に触れるとだんだんこのバラが減っていくっていう感じですね。そうですね、結構今回の中だと魔女の家と2つぐらいでメジャーな RTA かなと思ってるんですけど、まあ、メジャーって言っても競技人口は多分めっちゃ少ないですけどね。で、左上のバラが例えばこのツバみたいなものを踏んでいくとこう1個ずつ減っていって、でこれがゼロになるとゲームオーバーっていう感じですね。ちなみにあそこの位置はカバではないです。で、ここは一応安定をとってセーブします。最速を攻めるぜ。あ、頑張った、よーし、頼む。ここでこう上に押し当ててこうするんですわ。このラビリンスっていうのが一番結構難関でして、あの狭い迷路の中に敵が3体いて、今回のエンディングだとあの左上の張り紙を確認して、まあ親愛度みたいなものを上げていくんですけど、左上の張り紙を見てボタンを押してっていうことをやっていくと、なかなかね敵に挟まれやすいんですよ。結構ゴリ押しみたいな部分もあって、敵押すと移動するんですよね。なのでもうあそこの場面だともう押して、もう上か下かどっちかに移動しろみたいな、上行けっつって、
祈って上に行ってくれたらラッキー、行ってくれなかったらリセットって感じですね。安定中になります。4だから上かとかいうな。そうですね、ガファルト結構危ないですね。まあ本来は右から回ると結構安定するんですけど、イブキャラクターの動作に結構なんていうんですか、キャラクターに結構追いかけてくるので、右側から回ると結構敵が袋小路に入ってしまって動けなくなるんですけど、そうするとやっぱりタイム的には遅れてしまうので、正面突破で無理やりゴリ押すっていう感じでやってますね。ここは閉じ込められてしまったんで、どうしようもないんですけど、なんとここを敵が出てきた瞬間に上入力することによって、先にあのなんていうんですか、扉の判定が出るんで、今のところは抜けることができます。一応今回は再会の約束っていうエンディングでのクリアを目指しているので、このギャリーっていうあのオカマ、いやちょっと言い方悪い、いやなんて言ったらいいんだ、あの男の人と、まあ、仲良くなってこの美術館から出れれば成功ってイメージなんで、まあ、なるべくこのギャリーさんと仲良くなれるような行動をしていくと。まあ少女と多分20歳以上男性の恋愛ゲームなんで、これは親愛度という概念があるんで、マネキンの顔かわいい、結構似てる。全エンドプレイした、全エンドプレイしたって方も結構珍しいと思いますけどね、ぜひ皆さんにもやっていただきたいですけど、実は結構あうっせ、やば、え、ちょっと待って、カーソルドッキーだ、もういや、まあもう怒んないでいきましょう。キャリーおしゃべりだからね。そうですね、無個性ってなかなか、初めてやった時は結構、ああなんか深く考えられてるなと思いましたね。でもどっちかっていうと RTA というよりかは、皆さんにいろいろやっていただいて、なんていうんですかね、こうこの作品一個一個にも実は名前がちゃんとついてて、
ていろんなその中とつながりがあったりするので、ぜひ見ていただきたいですね。これはどっちかっていうとイブ RTA 不況というよりかはイブ不況のためのあれだったので、ぜひ皆さんにはこれを見ていろんな沿道を見たいなと思ってくださったらいいなと思うので、あ、ちょ、ちなみにここも結構面白いんですけど、そんなデータが入るんです。このまあ今は、あ、ちょ、ごめんなさい、イブの視点なのでここがウサギに見えてるんですけど、まあ、この部屋後でもう一回来るんですけど、その時はあのウサギがどういう風に見えるかっていうのをちょっと着目してみていただきたいんですね。結構イブはホラーゲームの中でもそんなになんていうんですかね、怖いびっくり系っていう感じではないので、結構ホラーゲームが苦手っていう方でも楽しんでプレイできると思うんで、ぜひやっていただきたいです。この部屋好きそうですよね。結構さっきのちょっとやってもつらくがあってわかんないんですけど、多分あの部屋のことだと思うんですけど、さっきの部屋が結構好きっていう方が多いですね。ここでギャリーに視点が切り替わるんですけど、ギャリー視点でさっきの部屋に入った場合どう見えるかっていうと、こういう部屋に見えるんですね。なかなか怖い。いや、びっくりする。びっくりはしますけどね。血は流れない。人は死なない。そういうのは平気な人だっけ。確かにね。豪華に個人差がある。間違いない。ちなみにここでメアリーと会話があるんですけど、内部的な話をすると死亡率っていう概念がありまして、間違えた、ギャリーさんとギャリーさんのギャリーさんがこの美術館から生きて出られるか出られないかっていう死亡率って概念があるんですけど、ちょっと待ってね、それが、あーやばい、はい、それが2以上だとギャリーさんが生きて帰れないんですけど、ちょ、さっきのメアリーとの会話の時点でギャリーの死亡率が1だとメアリーとの会話が短くなるんで、本来はあそこは死亡率1上げた状態で会話に入った方が早いですね。静かなところで急に驚かしてくる。まあそうですね。ここの選択肢もミスると死ぬんで、ゆっくりやりますね。結構緊張してるんですよ。いつもならね、もう選択肢ミスってもう、あっつって、くっそーっつって、やめればいいんですけど、今回そういうわけにいかないんで。そうですね、結構カーソルはあんま主張してこないんで見づらいですね。
RTA 見たいっすね。RTA なんだよな。え、これどこ行くんだっけ？まるで RTA みたいだ。RTA なんだよな。変わってても RTA は RTA なんだ。ちょっと。まるで RTA じゃないみたいな言い方やめろ。ガバがひどいけど、RTA は RTA なんです。いや、A じゃなくて。え、この部屋から出た時点で、2歩、あ、ごめんなさい。2歩歩くと、フラグが立ちます。今のはね、あれだから、更新点だから。いや、ガバとかじゃない。そういうことじゃないか。そのタイマーつけてゲームしてるだけだから。ちょ。更新点しかないわ。この部屋も結構怖いんですけど、パターンが4つぐらいしかないので暗記ゲーです。本来はもうちょっと怖いんですけど、ここはどうしたのが一番早かったはずです。もう怖い。そんなに怖くない。まあ、初見だとあの部屋はだいぶ怖いですね。単純に焦る。怖い。やっぱこのゲームで一番怖いのは女だから。ギャリーに抱きつくイブが可愛い。可愛い。あれ、ちなみに失敗するとゲームオーバー。ゲームオーバーではないですけど、そうですね。ウサギさんになるというか、ギャリーの心が壊れるっていう感じ。で、まあ、あの部屋を失敗することで見れるエンディングっていうのもあるので、今のは最速で歩くことで傘回避できます。さっきの部屋を失敗することで見れるエンドっていうのもありますね。ギャリーさん頼れるなぁ、さすが。ちょ。ギャリーはイケメン、はっきりわかんだね。この部屋でバケツを取るとメアリーさんが追っかけてきます。怖い。メアリーさん本当に怖い。ちなみにあの左手に持ってるのはさっきメアリーとイブで2人で行動してた時にパクってきたパレットナイフです。怖い。メンヘラメアリーさんマジパネス。ちなみに、このスケッチブックっていうマップなんですけど、ここはホラーゲームというより謎解きの
場面なので、ここへ目に行き間違いない。場面なのでめちゃくちゃ面白いですよ。まあ、ここでギャリーさんと会話することでギャリーさんと仲良くなっておきます。やるじゃない、なかなかやるじゃない。私メアリー、今あなたの後ろにいるの。怖すぎなんだよな。行ってみたら？怖い。メアリーさん怖い。なかなかやるじゃない。今日もいい天気。安定を取ります。バラを落として、バラがバラバラってね。春になってきたはずなのに結構寒い。初めて見たけどすごく怖いぞ。いや、そんなに怖くない。まあ、この辺はスケッチブック紙なので、ギャリーが持ってたライターで燃やすことができます。やはじゃなくて、やはじゃなくて、一瞬音声乱れてねえよ。あ、ここめっちゃ集中しないとダメなとこなんで、ちょっとめっちゃ集中します。ちなみにメアリーが追いかけてきてめっちゃ怖いです、ここ。怖い。怖いー。はい。ここでメアリーさんの絵を燃やすことによって、メアリーさんも燃えます。悲しいなぁ。なって怖いわね。ここでハンカチを渡すことによってギャリーさんともっと仲良くなります。ここほら、ここで皆さん20分ぐらい前の記憶を取り戻していただきたいんですけど、なんか見たことあるよな。なんか知ってるぞ、ここなんか知ってるぞ。実は恋愛系、そうです。ちなみにここでギャリーを選ぶかお母さんを選ぶかと、この二択に迫られるんですけど、当然ギャリーを選びます。駆け落ち、で駆け落ちが成功すると元の美術館に戻ってくることができます。
元の美術館の下に行くとギャリーさんが二人ともゲルテナの世界で体験した出来事は忘れているんで覚えていないはずなんですけど、名前だけはなぜか覚えてると。ここでさっき渡したハンカチが、なんとなって二人ともゲルテナの世界で体験したことを思い出すと。そしてここで最大の感動のシーンは、このハンカチを再会の約束にすると。はい、エンディングです。感動ので、タイマーストップはエンディングの最後の再会の約束っていう絵が出るんですけど、その絵がこう一番パーって明るくなった時にタイマーストップになります。いい話だな、いい話、感動のストーリーです。本当にね、これイブはいくつかエンディングありますけど、7つかな、7つあるんですけど、その全部が結構面白いんで、ぜひ皆さんには7個のエンディングを全てプレイしていただきたいですね。完走した感想ですがちょっとガバが多すぎて大変なことになってますけど、まあ後続にね更新点を残すという点ではいい走りになったんじゃないかなと思います。これを見てこのゲームいろんなエンディングやってみたいと思ってくださる方が増えたら幸いです。タイマーストップです。はい、ありがとうございました。ということですね。何フフってなってんじゃなくて、ちなみにこれはループしますからクリアデータをロードしたらループします。こう結構ザエンドってね、お疲れ様でしたってね、カチカチ。というわけでですね結構時間余ったな。余って当たり前なんですけど、どうしようかな。どうしましょう。一応まあタイマーストップ、ちなみに俺の記録は何分でした？29分52秒。おっせー世界記録は28分27分台なんで、皆さんもうちょい頑張ればすぐ自己ベになります。バラがバラバラってね、宣伝する、宣伝するか、宣伝する、難しいな。でもね、ちなみにもう一つ言い忘れてたことがあるんですけど、RTA 的にはもう一つ海外版の RTA がありまして、ちょっと待ってくださいね。いや、すいません。咳が。というわけで、
何の話した？あ、海外版の話か。海外版の RTA が結構、海外で流行ってるらしく。いろいろ結構海外版と変わりがあって、いくつかの部屋が消えてたりとか、あと、ちょくちょくフラグが変わってるので、あとエンディングがね、一つ非公式なんですけど、海外版だと一つ増えてるので、ぜひ皆さんには海外版の方もプレイしていただいて、エンディング8、サクリファイスだったかな。犠牲っていうエンドがあるんですけど、ぜひそちらもまだ見てないって方はね、海外版プレイして見ていただきたいなと思います。まだ開始時刻にもなってないっていう話なんですけど、どうしようかな。これもう終わりますって言ったら終わりになるんですかね。まあ、多分前の感じだとそうなんだろうな。まあ、では最後に、一言二言だけ。自分の宣伝をします。あ、そう、文字入力が選択肢になってたり、そうです。あれに話しかけてる必要がないんですけど、よくご存知ですね、あなたは。まさか海外生か？まあ、普段はニコニコなどで配信しておりますのでね。いろいろ調べていただければ。普段は、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、イブ、あとたまにアイワナとかやってるので、興味があればそちらの方もね、覗いていただければいいかなと思います。そしてまあ、イブですけど、動画の方も一応投稿しておりまして、イブは RTA で調べたら、現行世界記録はない、ではないんですけど、元世界記録の動画が多分残ってるので、まあ、そちらの方も見ていただければいいかなと思います。ぐらいかな。ぜひ皆さんがイブに興味を持ってですね、プレイしていただけることも祈っております。はい。ではちょっと、38度あるので まあ結構今はもうだいぶマシなんですけど、ちょっと本来なら別のエンディング見ようかとか、そういうこともちょっとやりたかったんですけど、まあ別のエンディングはね、皆さんの目で確かめろということで終わりにしたいと思います。